人見知りの大型猫に変化が。メインくん、くんちゃんの場合、この春、我が家のデカ猫メインくんのくーちゃん3歳に変化が。なんと、お客さんが来ても逃げなくなりました。大人のお客さんで、ゆっくりと動く落ち着いた雰囲気の女性の場合は逃げないことが数回あったのですが、基本的にお客さんは苦手で、玄関のチャイムが鳴った時点で警戒して逃げていました。ところが先日、女性のお客様が来た時、じっと逃げずにソファーから見ているくーちゃん。びっくり、くーちゃんに何が起きたの？地面にペタンとくっついてる。お客さんが帰った後、ゆっくりと餌を食べに行くくーちゃん。猫好きの方だったので、そんなものなのかなと思っていたのですが、先日少年のお友達が来た時、逃げないの？今まで子供のお客さんが来たら 100% 逃げてたよね。もう玄関で子供の声がした時点でバーッと階段を駆け上がって身を隠していたのですが、不思議。表情はまだかなり緊張しているけど、嫌なら飛んで逃げるはず。家でも猫を飼っているお友達なので、猫の扱いは慣れたもの。でも調子に乗って抱っこしようとしたら、それはまだ許してくれないようで、逃げちゃいました。でも大きな進歩でした。3年かかってやっと人前から逃げなくなったくーちゃん。人見知りくーちゃんは慣れるのに時間かかるんだね。何かと変化の早い私たちの暮らしの中で、こんなくーちゃんを見ると、世の中にはまだまだ簡単に変化しないものが存在するのだということに気づかされます。特に生き物である動物や私たちの心や体は、ゆっくりじっくりと変わっていく。それを見守れる心や時間の余裕みたいなものを、猫を通して教えられているような、そんな気がしています。生き物レポート。アクガエルのオタマジャクシを観察中。顕微鏡で見ると卵の中が細長くなってたよ。で、こちらでたまにピクピク動いてる。こちらは卵から描いたオタマジャクシ。黒い目がかわいいね。水槽には田んぼの土をそのまま入れといたので、土の中の微生物の働きで自然に水がきれいになり、卵も腐ることなく無事にみんな孵化できたよ。大きなオタマジャクシなのでカエルになるのが楽しみ。少年のオタマジャクシの絵の T シャツもできたよ。空き地で見つけたアシナガバチの巣、ユッカの葉っぱに女王蜂がいくつも巣が作ってた。巣の中の小さな卵を大事に育ててた。おまけ、敷地へ行ってきたよ。少年はどうしてもシャコが食べたかったけど、最近は回転寿司でも見かけなくなったんだよね。魚屋さんによるとシャコはあまり取れなくなったんだって。敷地に行けば出会えるかと思ったらなかったよ。おいしそうなウニやホタテはあったけど、残念。チャンネル登録よろしくね。